ウェンディ・コップ・ティーチ・フォー・アメリカとは、アメリカ合衆国のニューヨーク州に本部を置く、教育 NPO である。アメリカ国内の一流大学の学部卒業生を、教員免許の有無に関わらず大学卒業から2年間、国内各地の教育困難地域にある学校に、常勤講師として赴任させるプログラムを実施しており、2007年には、ビジネスウィーク氏が調査した、 アメリカの学部学生の就職先、人気ランキングの10位に入っている。また、2010年には、全米文系学生、就職先、人気ランキングで、Google や Apple を抑えて1位となった。1989年に、プリンストン大学の4年生であった、ウェンディ・コップが、卒業論文において論じたアイデアがこの、プログラムの出発点である。 大学を卒業したコップは、モービル石油、ハーツレンタカー、モルガンスタンレーなどから2万6千ドルの資金と事務所、自動車6台の提供を受けて、プログラムをスタートさせ、1990年募集の一期制において、定員500人に対し4千人弱の応募者を獲得する人気となった。この数字を実績として、Teach4 アメリカはさらにアップルコンピューター、ロスペロー、 ユニオンカーバイド、ヤングアンドルビカムなどの大企業、資産家から250万ドルの寄付金を獲得。1991年より実際に、公立学校に講師を送り込んだ。このプログラムには当初会議的な意見もあったが、プログラムが送り込んだ講師の評価は、まずまず高く、またこのプログラムを修了した人材の優秀性も、認められたことから、プログラムは、特に、 エリート大学の学生に最初の就職先として大人気となっている。渡辺、ミシガン大学等の名門修立校出身者であるという。なお、トフプログラムの講師は、不妊先では他の教員と平等に偶されている。トフプログラムの出身者が運営する各種学校は2007年9月時点で2 8 2にも上るほか、 学部学生の最初の就職希望先、転職が当たり前であるアメリカでは、キャリアをスタートさせるにふさわしいと考える場と、表現されるとして、2006年の43位から2007年には、並みいる、大企業を押しのけて10位に躍進している。こうした人気の背景には、ジェネレーション Y と呼ばれる1980年代以降、生まれの世代の共同体意識と、 したたかな申請を合わせ持つ若者たちが就職年齢に達した状況があるとも指摘されている。またプライス・ウーターハウス・クーパー・アースやデロイト・トーシュ、グーグル、ゼネラル・エレクトリックは、ティーチ・フォー・アメリカと提携し、採用内定学生が就業前の2年間トフプログラムに参加することを認めている。JP モルガンもやはり採用内定学生のトフ。 プログラム参加を認め、さらにこうした学生への契約金支払いを、都府、プログラム参加前に行い、加えて、都府、プログラム参加中の採用内定学生のための、サマーキャンプを実施するなどの対応をとっている。これら大企業が、都府プログラムに参加する人材を優遇する背景には、都府、プログラム参加者が、創造性やリーダーシップにおいて優れているとの評価が、 確立しているという状況がある。全出ビジネスウィーク式事なお teach4america は fastcompany.com が毎年選出している45の社会的企業家たちに複数回選出されており2008年版では teach4america の他 teach4america からスピンアウトした the new teacher ェクト、ナレッジーズパワープロジェクトも選出されている。現在 t ィーチフォーアメリカは数多くの大企業から何百万ドルもの寄付金を提供されており、現在のプログラム規模、派遣講師数3500を倍増させる計画を2005年に発表している。プログラムが送り込む講師の能力については、彼らが担当した児童生徒の英語と数学の成績をモニタリングする形で調査が実施されている。レッカー、メイラー、 グレーザーマンによる研究では、トフプログラムの講師が教えた、児童生徒は、数学では、若干優秀であり、英語力では、優位な差はなかったとされている。またダーリン・ハモンド、ホルツマン、カトリン・ヘイリグラによる、テキサス州ヒューストンにおける調査では、トフプログラムの講師であるかないかは関係なく、教員免許を所持している教員の方が、教員免許を持っていない教員や、 代替的教員免許、オルターナティブ、ティーチャーサーティフィケーション。様々な形で、アメリカの各州が発行する、本来の教員養成課程とは別の、課程終了による、教員免許を持っている教員よりも、教育力が高いという結果を得ている。ただし、ダーリン・ハモンドはかつて事実を歪曲して、ティーチフォーアメリカを攻撃する論文を発表したと。 指摘されている人物でもあり、この調査についても Teach for America の最初期の教師についての統計を使っているので、現在の Teach for America の教師には当てはまらないのではないかとの反論が Teach for America から提出されている。トフプログラムを終了した人間の少なくない部分が、引き続き教育界に関わることを希望している。そうした中でも最も知られた例が、 1992年、トフ・プログラム採用で1994年契約満了の、マイケル・ファインバーグとデビッド・レビンによる、ナレッジーズ・パワープログラムである。レビンは、エール大学卒、ファインバーグは、ペンシルベニア大学卒で、二人とも、トフ・プログラム参加時に目覚ましい指導実績を上げ、1994年に、共同で、大学進学を前提とした貧困地域、 特化型チャータースクール、ナレッジーズパワープログラムを創設。貧困地域の中学生に特化したプログラムで大きな成功を収めている。ナレッジーズパワープログラムのチャータースクールでは校長に予算権、人事権、教材選択権などの権限を委譲し、独創的な学校経営を可能としたほか、学習時間の大幅増、保護者や児童の意識改革、キプ、 プログラム参加時に、プログラムの指示に従って、猛勉強することを制約する、契約書を作成するなど様々な施策が導入されている。ナレッジイズパワープログラムは2006年には26都市に32のチャータースクールを運営しており、生徒数は1万2000に達している。ナレッジイズパワープログラムの教職員には、都府、プログラム出身者も多い。 また1997年には、ザニューティーチャープロジェクトが、ティーチフォーアメリカからスピンオフして新たな事業展開を開始している。アメリカでは特に教育困難校は、教員集めに課題を抱えていることが多いが、TNTP は、こうした学校への教員派遣に特に力を入れて取り組んでおり、一定の成果を上げている。2005年12月には、ティーチフォー、 アメリカ開始時からウェンディ・コップの右腕として活躍し、現在はウェンディ・コップの夫でもあるリチャード・バーンスが TNTP の CEO となった。ありがとうございます。